ってきました。大吉、こちらね、静岡県掛川市、大阪の方にあります味自慢お食事どころでございます。はい、それでは行ってきます。すいません、店内雰囲気はね、こんな感じね。テーブルの席が4つ、そしてコアノリのね席が1、2、3。メニューはね、こんな感じ。天ぷら定食、サービス定食、刺身天ぷら付きなんだ。サービス定食は1350円、ヒレカツ定食、エビフライ定食、とんかつ定食、カツ煮定食、刺身定食、フライ盛り合わせ定食、いいね、チキンカツ定食、焼肉定食。いや、悩むな、これ。サービス定食か、フライ盛り合わせ定食かね。まあ、その他、天丼、丼ぶり物ね、ありますね。あと、茶そばがあります。あとは、単品メニュー。お刺身、エビ、竜田揚げ、串カツ、サラダ、若鶏の唐揚げ、イカ、唐揚げも頼んじゃおうかな。あとはおにぎり、お茶漬け、あと飲み物ですね。若鶏の唐揚げと定食だな、これは。サービス定食か、フライ定食、どっちがいいですかね。どっちか、まあ、私もですね、サービス定食ってメイン何ですか？テーブルと刺身ですね。ああ、そうか。サービス定食と若鶏の唐揚げもらおうかな。いいですか？はい、両方で。すいません。よろしく。はい、大丈夫です。全然大丈夫です。サービス定食っていうのはね、お刺身と天ぷらがついてます。1350円。そして、見にくいかな。単品の若鶏の唐揚げを650円頼みました。両方で2000円。はい、お茶来たよ。今日はね、12月13日。もう12月も約半分ですね。今月、いや、1年早かったな。今日はね、あ、12月14日、明日はね、あれだよね、双子座流星群、確か。だからね、今日の夜と明日の夜は流れ星が見やすいっていうね、日だそうです。天気が良かったらね、見えるかもしれないですね。はい、ありがとうございます。来たよ。じゃん、これがね、サービス定食。おお、お刺身もたっぷり、そして天ぷら。さあ、いただきます。いろいろついてるね。釜揚げしらす、醤油、さあ、味噌汁からね。うまい。さあ、お刺身からいきましょう。うん、これ綺麗な赤身だね。綺麗な赤身。はい、これ単品の唐揚げ。唐揚げどうかな。これはなんか唐揚げ粉をまぶした唐揚げみたいに見えるけど、うん、そんな感じ。
でも柔らかくて美味しい。天ぷら、しいたけ。エビ天。さすが味自慢だね。いや想像以上にね全部美味しかった、うん、最初ね初めて来たんでねどうかなと思ったけどね、いや美味しいね。やっぱさすがなんか昔ながらのね和食屋さんっていう感じだけあってね全部美味しかった。普通におかわりしちゃったからね、まあ、定食2つでもよかったね。全然めちゃくちゃ美味しいじゃん。はい、ということでね、ではね、天ぷらと唐揚げとお刺身とね、いただきましたけど、静岡県掛川市大阪にあります大吉さんからでした。バイバイ。